二つのくるみは、新鋭動画制作のアニメ、戦争童画集シリーズ第六作。同シリーズでは、初のオリジナル作品でもある。2007年8月15日に、テレビ朝日系列で放映。2007年8月10日、東京、下町に住む、小学6年生の中西彩香は、不思議な現象によって、 愛犬ライアンと共に62年前の1945年3月7日の下町にタイムスリップしてしまう。あやかとライアンは現地で出会った斉藤優子の家にお世話になり、優子や弟の健太、友人の正吉たちと仲良くなる。あやかは自分が未来の人間であることを優子にだけ明かすが優子のあやかへの友情は変わらず、優子は宝物であるくるみの鈴の片方をあやかに、 プレゼントするのだった。タイムスリップから3日後の3月10日午前0時過ぎに東京大空襲が発生。優子の家族や友人が次々と死んでいく。必死に逃げ惑う中、現代にいる友人のレーナから聞いた、風上にある頬治に避難した人は奇跡的に助かったという情報を思い出し、ライアンという子、彼女の愛犬花と共に頬治に向かうも、 その最中、彩香は、花と共に、未来へ、タイムスリップしてしまう。現代に戻ってこれた、彩香であったが、東京大空襲で知人をはじめとした人々が、次々と死んでいく光景を目の当たりにしたことや、ライアンを過去に置き去りにしてしまったこと、ゆう子がその後どうなったかわからないことなどの様々な、思いから号泣する。それから一年後の夏、中学生になったあ香は花を連れて、 呂を巴じに足を運び、慰霊碑に花を添える。帰宅しようとした、彩香の耳に、くるみの鈴の音が聞こえてくる。振り返ると帯からくるみの鈴をぶら下げた一人の、老女が歩いていた。その人物こそ、今は亡きライアンと共に戦火を生き延びた、優子であった。彩香と優子と花。二人と一匹は63年ぶりの再会を果たすのだった。ありがとうございます。